背景、奥、こうして文を送るのももう幾度目となりますでしょうか。千年の都、今日は祭りの真っ最中です。見目麗しき空の花が手前の心を癒してくれます。それなのにこうも胸が痛むのは、きっとここがつい先日我が君と共に訪れた土地だからなのでしょう。はあ、綺麗だな。雫がにじむくらいに綺麗だな。奥への手紙琴編。秋の花火が目に染みます。花火よ花火、手前の心を沈めておくれ。早く場所を取らねば剣心様が悲しまれる。なのにあいつは、刑事はどこに行ったんだ。もう意地張るのやめようかな。剣心様のおせこりを取りまこう。一元藩も同じ藩も仲ようなわが君、あの時いなかっただろうな。引くよし、ボタンよし、天下あいわばーさらやばーさらや。一休みしたいけど、今はそうもいかないよね。なーにこのくらい、奥のしごきに比べたら。日の思い出こうして暴れてると奥にでもなってきた。宝禄玉投げ敵にやないで。お人さん、お人さん、押したらあきまへんで。この花火は見逃しちゃならねえよ。おいしい屋台はあっちの方に。わしが大怪我したら奥も心配してくれるかな。
ハミが破れちゃった。やだな、不吉だな。なんか悲しくなってきた。おお、目が。みんな楽しんでる？それならいいんだけど。キンキラキンのペッピーハン、ハナ、耳立ってよ。私は急いでいるんだ。うるさい。何がきついって、内切り握りっぱなしだもん。ここか、これか、これだ。記録よりも記憶に残す主人公、魔王へ枯れつぐ無敵だ。空の花火はまさに無敵。つまりあの花火は俺は花火で無敵。無敵派アンサー花火し向いてるで。いつの時代も忘れられない限り。体を張って余興を見せるなんて。だが私にだってあの花火がある。ここは剣心様のお座敷だ。あの方の微笑みだけが私の生きる意味。啓示め、見つけたら宮内千本飲ませてやる。あの方は確か芸者の方じゃなくて、我が君がご迷惑をおかけした方。よろしければ手前も共に探しましょう。本当か？お前、どこかで会ったような。夜花がもたらす一期一会、そう思いください。主の比例はわしがすすぐ。きっとそれでいいんだ。探している男はとにかく派手好きなやつで。あれが気に入りました。買い占めなさい。お金がかかって大変なんだよね。面白いものが見えたら迷わず寄り道するやつで。化け物小屋。宗茂、立ち寄っていきますよ。助かるね。喜んでたくせに、おまけ見たら怖がっちゃって。こんな日には着流しでぶらついてるはずだ。こんなものしたくありません。暑いのです。本当に片時もじっとしてない人なんだ。見かけましたら必ずやお伝えしましょう。そうか、すまない、オンに切る。Yeah.
は国烈地土三夜。ヤクサの雷降り注がん。そういえば、もっと昔、ソーリン様が幼き頃にも一緒に来たっけ。よし、宗茂、お前も花火になるのです。と、大筒に詰められたりもしたっけな。まるで見えません。肩車しなさい。我が君、それでは首車。うおああ、何もかもみんな懐かしい。